はい、千飛び38回始めます。2023年4月25日の朝方4時かな5時かな、明るくなっちゃいましたね。寒いんですよね、ここ廃屋まだ来たばっかりで、ストーブ1台炊いているんですけど、もうゴワゴワっとね、すごい格好してますよ、着込んで。寒い、手とか足とかはね、ほんと冷えてかじかんでる、うん。今回、NN ドキュメント2023、諦めマーヤ中野優香命の奇跡っていうことでね、あのドキュメンタリーやってました。これね、私ね、この中野さん一回見てるはずこれ何回もドキュメンタリーになってんのかな、うん、初めてじゃないのは分かるんだけど、でこのチャンネルで扱ったかなと思ってね、検索したんですけど出てこなかった、うん、もしかしたら、うん、第1回から第60回ぐらいまでの間の、うん、私ももう何喋ったか忘れた回数なんですけど、そこね、書いてないんですけど、内容概要のところにね、そこでね取り上げてんのかもしれない1回、うん、広島県に住む中野由香さん42歳ということで、男の子を育てる、まあ、お母さんなんだけども、うん、7年前交通事故に巻き込まれて車椅子生活になったと。で、手と両手両足が麻痺残ってると。で、まあね、人生の途中でね、20代30代ぐらいで事故に遭ってね、両手足麻痺とかね、まあいらっしゃいますけども、そういった方ね、そう、人生の途中でなるとね、先天的じゃなくて後天的に障害者になったりするとやっぱり大変なんですよね、うん、昔元気だったんだから当たり前のように動いててね、うん、生活して、まあこの中野さんもその時大変だったと、当たり前ですけどね、それでも絶望の底からがむしゃらに頑張って努力して這い上がってきたということで、ずっとね、カメラ密着して追っかけてるみたいですね、取材してるみたいで、うん、で、なんと中野さん結婚して出産したということで、そこまで私ね見てた、うん、最近どうなってるのかは知らなかったけど、お子さん結婚されてお子さん産んだのは知ってて、結婚したとこまでしたの忘れたんですけど、うん、で、もう番組の冒頭ですね、もういきなりもう名台詞ですよ、ゆかさんの名台詞、これはね、私もね常々思う、この言葉ね、うん、7年前ね、事故に遭う前に戻って事故を防げるんだったら…それでも、うん、事故に遭うかもしれない私って言ってましたね、うん、要は7年前にタイムスリップして事故に遭う前の瞬間まで戻ってね、そこ避けられるんだったら、避けたいっていう気持ちもあるけど、もしかしたら避けないでそのまままた、ね、事故に遭って、ね、体ね、手と足麻痺残るような状態になって、この人生、うん、最初からやり直す、ね、何年前からやり直せるって言っても私事故に遭うかもしれないっていうね、この言葉、これですよ、うん、こういうことね、言える人、まあ私もねそのタイプなんですよ、まあいろいろ嫌なことがあったりね、辛いことがあったり、なんでこんなことあったんだみたいなね、あそこに戻ってやり直したいみたいなのもやっぱりあるけども、ある瞬間もあるけども、うん、まあそもそもね運命変えられないしね、過去の運命変えられないしっていうのは大前提なんだけども、うん、それ否定しちゃったらみたいなね、中野さんの場合夫にも出会わなかったかもしれないし、子供ニコさんっていうのかな、子供、うん、男の子ニコさんって名前つけたらしいですけど、ニコちゃんにもね会えなかったかもしれないし、もう会えないですよ、うん、運命変わるんだから、事故に遭わなかったら、うん、おそらく、うん、はい、っていうことですよ。それよりはニコちゃんに出会えたね、事故に遭ったことでおそらく旦那さんにも出会えて結婚できたっていうことを考えると、うん、事故に遭ったかもしれないっていうね、言葉ね、もう冒頭から言ってました、うん、素敵だなと思います、こういう言葉吐ける人は、うん、はい、で、もともとネイリストで自分の店を持ってね、毎日が輝いていたと。それが2016年、7年前ですよ、3月16日、うん、自転車で信号待ちしていると目の前でね、車2台が衝突して、そのうち1台がね、突っ込んできたと、まあ、制御不能になったんでしょう。それで引かれてしまって、うん、首に ある頸髄損傷して、両手足、まあ、麻痺が残る、で両手の握力を失うと、でも歩くことできない、歩くことできないと、うん、
なんで神様は私を生かしたのかと、その時はね、本当神様を恨むっていうかね、なんで生かしたのか、なんでその時死ななかったのかみたいなね、そこまで考えますよね、やっぱりね。で、1年半の入院生活ですよ。1年半ですよ。それを経て、リハビリも笑顔で頑張って、もうこのね、ゆかさん、なんつったって笑顔なんですよ、常に。素晴らしいことにね。本当に笑顔はね、みんなを元気にするし、みんなを寄せつ引き寄せるしってことでね、素敵な笑顔でしたよ、ゆかさん。はい。で、三好市の実家のね、に退院してから戻ってね、お母さんの信子さん、とかと、ね、暮らしてってことで、で、歩くこととね、仕事復帰、ね、ネイリストの仕事復帰するっていうことを目標に立てて、まあ、日々ね、リハビリとかしてね、まあ、事故に遭う前はね、もともとネイリスト、の、コンテストでね、全国10位の、実力があるということで、ね、輝いてた時期に事故に遭ってね、大変な目に遭いましたけど、それからちょうど、2年で、事故からね、ちょうど2年で仕事復帰っていうことでね、1年半リハビリして、もう2年経った頃にはもう仕事復帰、自宅前で、仕事場作って、で、日々ね、笑顔で口角上げてっていうことね、心がけて、で、まあ、馴れ初めは出てきませんでしたけど、夫の大輔さんね、この方と知り合って結婚されて、で、なんとお子さんにも恵まれてですよ、妊娠中はね、赤ちゃんへの影響を考えてね、毎日飲んでいたっていう痛み止めの薬とかね、薬をほぼ全てやめたと、すごいですね、子供のためならなんとやらってやつですよ。もう薬飲まないと日々痛みがあるんだけどもね、子供のためとなりゃお母さん頑張りますよ、薬立ってですよ、副作用とか考えてね、子供への、そんでリハビリは安定期に入ってから再開して、そんでまあ生まれましたと、その後はね、今度赤ちゃん抱っこするためにね、体力も必要だし体幹もないとね、しっかり赤ちゃん抱けないっていうことで、自分でね、リハビリという名のトレーニングしてですよ、はい。で、全身麻酔による帝王切開ですよ、で、なんと 3286g、 大きいですね、元気な男の子を産みました。名前はニコちゃん、ニコちゃんの2個がね、難しいんだ、これがね、2はね、なんていうのかな、難しいな、一辺に漢数字の2って書いてね、人っていう字ですね、で、こうはな、虎に、王辺の虎っていうのかな、難しい、変換するのが漢字難しい、ニコちゃんっていう名前つけたみたいです。ニコニコしてほしいみたいなね、お母さん譲りの、はい。で、事故から7年経ったっていうことで、また今回最近なのかな、ドキュメントで放送されてました、それ見ましたってことでね、やっぱりこのね、最後にも言ってました、7年前に戻ってね、事故防げるかもって、過去に戻れるんだったらと、それでも事故に遭うかもしれないですね、私、ニコ、みたいな。いやいや、深み、これはなかなか言えないですよ。言えない。言えないけども、まあ、ニコちゃんに出会えて、旦那さんに出会えてね、今のね、素晴らしい日々があるっていうことを考えると、過去に戻って運命書き換えるかって言われるとね、っていう話です。私も同じ。またね、何、今の記憶持ったまま、小学生からやり直せるって言ったって、私やり直さないと思いますよ、私も。まあ、私だってそれなりにね、嫌なこととかね、いろいろ経験ありますけども、あの日に戻って運命書き換えたいとは思わないもんな。もっと言うと、やっぱりね、同じ選択してると思う、過去に戻っても。結局ね、後悔のない生き方、日々、するしかないんですよね。で、幸福、自己肯定感もそうだけど、幸福感、多幸感もそうだけど、結局は、後悔のない毎日、生き方、するしかないんですよね。で、そう思います。この中野由佳さんのこともそう思うし、私も経験上そう思うし、愛とは決して後悔しないことってね、前映画のね、キャッチコピーでありましたけども、有名な映画の、はい、
そうだと思います。とにかく後悔しないようにするためには日々ね、やっぱり後悔のしない行動、もう人生というのは選択の連続だから、その選択選択、うん、あ、しまったかなって思う時もありますよ。でもまず後悔しないと、うん、いうこと、うん、人生一回きりだからっていうね。中野さん、とにかく良かった、ゆかさんね、旦那さんとお子さんとね、幸せにっていうことですよ。はい、まあね、あの笑顔で、ね、みんな引き寄せて、みんな引き寄せられていきますから、はい、ということです。ドキュメント見ました、 NNN ドキュメントね、セントリー38回、今日は朝日が昇ってきた、終わりにしたいと思います。あ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。失礼します。